2020年1月29日朝8時2分になろうとしているところです。今日の木村よし子の気になる銘柄は、もう日本に行けない外国人観光客汚染日本敬遠と題しましてお送りいたします。アベノミクス観光政策、コロナウイルス直撃、政府目標訪日客4000万人に急ブレーキです。さてですね、この新型肺炎の発祥地と言われる中国武漢、こちらからどんどんですね、春節に伴いまして懸念された通り菌を抱えた観光客が世界各地にいらっしゃり、日本ではですね、中国人観光客への依存度非常に高かったですから、まあこれがですね、あちらこちらに菌を抱えたままいらっしゃってるということでですね、パンデミック状態を懸念する声が高まっている中、中国政府はようやく1月27日から当面の間、日本を含む国外への団体旅行を禁止いたしました。その結果ですね、日本の各所、ホテル、施設、キャンセルが相次ぎ、まあ、商業施設の方たちは悲鳴を上げていらっしゃいます。また日本政府目標2020年、今年は東京五輪がありますので、訪日外国人旅行者数をですね、4000万人に設定して頑張ろうと言ってたところですけれども、この新型肺炎が大影響をしている状況です。さて、そんな心配されている折も折、日本人初の感染者を28日確認いたしました。武漢からのツアー客を乗せたバス運転手の方、この方60歳代で奈良県在住です。明らかにね、肺炎のような方はいなかったということなんですけども、働いていらっしゃった、普通に働いていらっしゃったこのバスの運転手さん、厚生労働省の会見ではですね、8日から11日に、中国武漢からいらっしゃったツアー客を乗せて、そして大阪から東京方面の空港まで乗せました。また1日休んでですね、12日から16日の間に別の武漢からのツアー客を東京から大阪まで乗せましたと。で、14日に悪寒や咳、関節の痛みを感じて病院に行かれた時には、新型肺炎とは分からなかったんですよね。ところが22日、結構日にちが経ってから重症化しまして、そこで、もう一度検査したところ、新型肺炎罹患が判明したということですね。私もこれ、去年かかったですね、気管支喘息ですね。この症状に似てると思うんですよね。普通の風邪だったら、しばらく悪寒や咳をしてもですね、まあ、快方に向かうんですけど、日を追うごとに重症化していくというところがですね、やっぱりウイルス性の怖さですよね。この方は、日本では6例目の方で、渡航歴なし、初めての罹患者です。で、日本国内ではですね、中国人観光客敬遠の動きも出ております。さて、政府もですね、1月28日、指定感染病にすることが閣議決定されました。中国政府の決定を受けて閣議決定というね、配慮をしたわけですよね。そして、検疫感染症指定で感染が確認された患者さんに強制的な措置が取れるようになったんですね。まあ、これちょっと遅かったんじゃないかっていう声もね、聞かれますよね。まあ、野党の皆さんもですね、桜の会の、まあ、追及、昨日も国会やってましたけどね、もうそんなことやってる場合じゃないでしょうと。首相は忙しいんだから、もっとね、皆さんも日本の国民のことを考えて行動してほしいなと。確かにね、税金で営まれている桜の会ですけど、それよりももっと重要なことがいっぱいあるのになぁと思って聞いてましたけどね。さて、この中国人観光客は年間1000万人いらっしゃっておりましたので、今後どうなるかってことはね、大変日本の経済に影響大きいですよね。さて、この新型コロナウイルスですけど、この肺炎を引き起こすこの病ですね、飛沫感染が重症化を引き起こす原因です。空気感染はしないので、まあ、飛沫を触った、そういう手を洗うことが大事ですよね。で、手洗い、防護服、手袋、マスク、ゴーグル装着によってリスクを軽減されるんですけども、まあ、日本にいらっしゃってる外国人観光客の方、防護服着て手袋してマスクしてゴーグル装着ってことはまあありえないので、まあ、やっぱりウイルスの潜伏期間1日から14日と推定されることから、
このできるだけその飛沫をどうやって、ウイルスの温床となっている飛沫をどうやって防ぐかっていうことをね、一生懸命対策した方がいいですよね。なんとか桜シーズンまでにね、この収束しないと、今までインバウンドで湧いてきた大阪、京都、姫路、奈良、神戸、東京、東北、北海道あたり、大変ですよね。まあ、九州も、ありますけどね。桜シーズンが外国人観光客からインバウンドで日本経済が潤う書き入れ時ですので、まあ、これまでになんとか収束してもらいたいなっていうのが、商業施設などなどの願いだと思います。で、インバウンドでもてはやされた企業は、対策は必死ですよね。株価は冴えない動きで推移しております。ビッグカメラ、J フロント並びに三越伊勢丹などのデパートですよね。高島屋さんもそうです。松屋。そして、星野リゾートもですね、中国のお金持ちの方たちがたくさん泊まってましたので、ちょっと株価冴えない動きですよね。オリエンタルランド、それから観光に力を入れ始めた京王、それから京成、富士急などもですね、影響が出ております。さて、とはいえフランスの教訓ですよね。フランスを昨年訪問した外国人観光客の数はおよそ9000万人と過去最高を記録しました。昨年末にかけてのジレ・ジョーヌ、黄色いベスト運動ですよね。まあちょっと税金を上げるということでもう黄色いベストを着た方たちが大騒ぎしたわけですけど、私も映像を見てですね、もうフランスの凱旋門あのあたりに行っちゃ怖い目に遭うんだなということをね見てたわけですけど、多数がですね同国の訪問を見送ったものの影響は小さかったことが政府の17日の統計で明らかになりましたと。だけどこれ行かれた方の多くは中国人ですからね、この中国人の影響今後フランスを直撃するんじゃないでしょうかね。なのでやっぱり投資的な観点としましてはアベノミクスの弱点を検証しておきたいですよね。インバウンドで、ある程度景気を持たせてきたわけですけど、やっぱりこのインバウンドモデルだけではね、やっぱり脆弱だってことですよね。すると次のテーマですけど、東京五輪を迎えるにあたって全方位防衛が必要だってことですよね。おそらくですね、こうした動きっていうのは、アベノミクスの、もちろん、首脳たちも意識してると思います。そして、おそらく自衛隊は、セキュリティ対策としまして、ウイルス対策、ウイルス専門部隊も立ち上げるだろうと思いますね。これは国民的なコンセンサスだと思います。そしてやっぱり水際防止ですよね。もっと早く。あまり中国に配慮しすぎると手が打てないわけですよね。で、今回1月のですね、1月のこの影響はですね、GDP 速報値で確認するということですけども、この GDP の速報値の前にですね、鉱工業生産の速報値が出てまいりますので、それの発表が2月の28日ですよね。おそらくもう悪いということはね、明らかですから、その10日後に GDP 速報値が出ますので、3月の9日ですよね。で、2月の28日の鉱工業生産っていうのはもう悪いだろうってことは、一応もう織り込み始めてますので、この1月の下落があったわけですよね。なので、まあこの新型肺炎相場もですね、このぐらつきも2月の前半引っ張れるけど、後半になってくるともう織り込んでますからね。まあ、そんなところをね、十分意識しながら、うまくメリハリつけた投資をしたいですよね。外国人はこの新型肺炎を恐れて、あるいは中国発祥の地ですよね。日本を敬遠して来なくなった時に、経済はどうなるってことを投資家はボツボツ考えて、アベノミクスが賞味期限っていうこともね考えて次のテーマに移りたいですよね。こんなところ今週まだまだやりますので、ぜひ明日も見てくださいね。